ペンドラゴンはイングランド出身のプログレッシブロックバンド。1970年代の A プログレッシブロックを継承する1980年代のスタイルネオプログレッシブロックの代表的バンド。後年はシンフォニックロックを主体に40年以上にわたり活動している。1978年ニック・バレット・ピーター・ジーラを中心に A グロスター・シャー州で結成。 当初のバンド名は、ゼウスペンドラゴンであったが、後に現行名に短縮した。長い期間ローカルバンドの息を出なかったが、1983年、当時売り出し中だった、ネオプログレッシブロックバンド、マリリオンのマネージメントに見出され、同所主催のレーベル、エルーシブレコーズと契約。翌1984年に EP、フライハイホールファーでデビューした。さらに1985年、 ファーストフルアルバム、宝石を発表する。1986年、大幅なメンバーチェンジを実施し、クライブ・ノーランやファッジ・スミスが新加入。同年にファーストライブアルバム、9時15分ライブ、1988年には、セカンドアルバム、高騰』をリリースする。1991年、バンドは自主レーベル、ドフレ・コーズを設立。これより、 すべての作品を管理下に置き、作風や制作の自由度が解放された。同年、第1弾のサードアルバム、ザワールドをリリース。以後、フォースウィンドウオブライフフィフス仮面舞踏への助曲、シックスス幻影のグ話ワと2000年代まで質の高いシンフォニックロック作品を発表していく。バンドは、特に、ポーランドからの支持が高く、 その縁で2000年代からライブ音源、映像部門を同国のプロダクション、メタルマインドプロダクションズに委託する。2005年、セブンスコンセプトアルバム、ビリーブをリリース。これ以降作風に若干の変化が見られ、一部から賛美両論が起こった。2006年、長年在籍したメンバーハッチ・スミスが脱退。以降、ドラマーの出入りが不安定になる。 2008年、結成30周年にリリースした AS アルバム、ピュアが高い評価を受け、欧州の有力プログレ専門サイト、DPRP で、同年度の、アルバムオブザイヤーに輝く。2011年、9th アルバム、パッションをリリース。2013年、デビュー30周年に向け、コンピレーションやライブ作品と連動して大々的に展開。翌2014年に、 節目のテンスコンセプトアルバムメンフークライムマウンテンズを発表。2017年、フィフスアルバム仮面舞踏への助曲のリリース20周年を記念して完全再現したライブアルバムライブインポーランド仮面舞踏への助曲20周年記念公演をリリース。同年秋に初来日公演を開催。2020年、6年ぶりのイレブンスアルバムラブオーバーフィアを発表。 1980年代は、同世代のマリリオン、アイキューラと並び、後期ジェネシスを模倣したようなキャッチーな、ネオプログレッシブロックをスタイルとしていた。自主レーベルを設立した1990年代以降はキャッチーに加え、メロディアスでファンタジックな叙情的、シンフォニックロックを展開。2000年代半ばからは、幾分ハードなサウンドやアコースティックも加味し、 陰鬱な表現にもよっている。2021年4月時点。ありがとうございます。